はいどうもウズです、えー、今回はですね特に目的があって外に出てるわけではないんですけれども、えー、試したい三脚があってちょっと持ち出して天気もいいしねちょっと日曜日だしブラブラしてこようかなということで表に出ておりますでたまたま通りかかったところにあったダムっ子なのかなダムなんですけれども。 まあ向こう側がね立ち入り禁止でロープで貼られてるんですがまあ手前のとこだけちょっと入らさせてもらってまあ今三脚をねセッティングしてちょっとこう流し撮りみたいやってたんですけどえ今回紹介したい三脚っていうのが最近私はよく使ってるウランジ,の三脚はいウランジフォトプロということで X エアクロス F38 カーボンというのを今回持ち出しております。 え見ていただいたらわかると思うんですが、ビデオ三脚なんですよ、今回の三脚は。で、ここ最近、2つのね、ウランジの三脚を案内させてもらったんですけど、えー、今回の三脚も、えー、F38 のマウントアダプターかな、を利用することができるので、簡単に付け外しもできるタイプになっております。まあなので、こちらね、マウント乗せて、そのまま使ってるんですけれども、簡単に取り外しができるんですよ、ここにね、取り外し用の爪がついてまして、この間紹介した。 ウランジの三脚と同じですねはいえそのまま f 38が使えるのでここスライドするだけでドッキングできるっていうタイプになってますすごくこの辺が使い勝手がいいですでロックの部分に関してはこの いしょネジ式なんですけどもここを回すことによってまあこれはパンですね横に移動することが可能になるレバーになってましてでチルトの方はこの右手側ですねここについてましてまあこんな感じで下がりますねでそれをこのコンパクトなグリップで動かしながら被写体を追うっていうことが可能なビデオ三脚になっておりますはいでこちらのビデオ三脚なんですけども収納するのもすごく簡単でこれひねって中に戻せるタイプなんですよなんでえまあこんな感じでおいしょひねってね収納できる タイプになっててましてでロックの方はこの足元のところをグイッとね回すとこれでロックされた形になります、まあ、なのでこう回して簡単にこう収納できるのであの移動設置はすごく素早く行うことができる三脚になってましてでグリップの部分もこのように縦にしてね収納すれば、まあ、カバンの横に挿しておいたり私よくそのパターンですけれども、まあ、専用の袋の方も付属しているのでこの中に入れて、えー、持ち運ぶことが可能になってます。 えすごいねコンパクトで軽いんですよで素材の方がカーボン素材になってますので軽くて丈夫っていう形になってますねでこうなってくると気になることありますよね、まあ、これだけポールが細い三脚なので重量のあるレンズとカメラ本体のセットで乗せた時にえ果たして足の方はしっかり保てるのかえ私も気になりますまあ、ちょっと乗せてないんでえ今回 EOSR6 にプラス7200のレンズをくっつけて、ちょっと動かしてみようかなと思いますはい今、こちらに7200のレンズと EOSR6 のボディを合わせた形で乗っけているんですけれども、足の方はね、全然問題ないですね、この状態で、まあ、首ひねってみても、全然問題なく動かせるので、安定度はかなり高いです。 でがっつりこちらをね固定して使いたいって場合はポールのところに重りをつけてあげたら問題ないんじゃないかなと思いますえフレームはさすがにカーボンなので軽いんですけど丈夫ですねあのだれることがない感じですあそうそう1個ねさっき説明漏れてたねあのここの付け根の部分が一番下のロックを緩めてあげることによってこれがねグリ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 こう動くんですよボール型になってるんですよこれで水平を調節することもできますのでまあ実際にはチルとパン えそしてこちらのなんて言うんでしょうね、<laughs> このグリ,グリはいもう調節できるような3つのねストッパーになってます。ということで、いかがでしょうか、えー、ウランジの新しいビデオ用三脚、えー、ちょっと持ち出して試してみたんですけど、まあ、なかなかね使い勝手がいいと思いますよ。でこういったビデオ用三脚って、もちろんこう大きなね機材になればなるほど、足の方もごっつい方がいいんかなとは思うんですけど、私も佐渡のねスタジオの方に三脚が3つほど。 その大きめなカメラに耐えられるような大きいタイプがあるんですが、まあ、それを外に持ち出して使おうと思うと、全然ね、持ち出しする気にはならないので大きすぎて、まあ、このコンパクトな三脚は、めちゃくちゃ使いやすいなと思います、はい、今、私が普段使っているトラベル三脚もあるので、こちらも並べるとね、こんな感じなんですが、まあ、ともかくこのマウントの方を共通で使えるっていうのは、すごく便利ですね。 この 2, 2つの三脚セットで私は移動すると1人でまあ撮影ほとんどやってますのでやりやすいかなって感じでございます。ということで、えー、お外で使ってみたちょっと感想あと簡単な紹介はこの辺りでちょっと追加の案内があったらまた別の場所で、えー、追加でねトークしようと思いいますはい、ちょっと追加をさせていただくと、えー、真上から見るとこんな感じのサイズ感ですね通常のウランジの。 カメラ用三脚と比べて。まあやはりこのヘッドの部分のね、長さが加わるので、え通常三脚よりは収納時の背の高さは高くなるんですけれどもえ、太さに関してはあまり違いがないんじゃないでしょうか。まあ足の構造がね、違いますので、まあ一概にその大きさ、太さ比較なんかはしにくいんですけれども、こっちの通常三脚の方はね、ストッパー式のこのタイプでね、収納するものですから。 ちょっと足元が熱くなるんですけれども、まあ逆にビデオ三脚の方はここはスッキリしております。まああとは前回紹介した三脚はここのセンターポールの部分がレバー式のもので固定するっていうタイプだったんですけれども、 えー、ビデオ三脚の方はこちらですね通常のネジ式になってましてこのネジを回すことによって緩めてセンターポールを上下させることができるようになってますあとはローアングル撮影をする時のポールがねセンターのこれが邪魔だっていう時はネジ式になっててこれを外すことによって、えー、ローポジションでの映像撮影に励むこともできますあとはマウントを固定するためのロック機構も今回も付いてますので、まあ、ひねってねこれを上に向けておけば、えー、プレートが勝手に外れることはまずないこう押せなくなるんで えこういったロック機構もしっかり、はい、今回も兼ね備えてます、まあ。あとは使うかどうか微妙なんですけどここね隠しマグネットレンチっていうのを搭載してましてここにねマグネットでレンチがついてるんですよ。 こう三脚がね緩んでしまったりとかそういう時にこのレンチを使ってまあちょっときつく締め直したりとか、はい、そういった非常用に使える小型のレンチがここでマグネットで固定されてるってものになりますね面白いですね <laughs> マジかまだ隠し要素あったごめんもう一個ね隠し要素があるんですよこの三脚あのセンターポールのとこなんですけどここね一番下の部分 ここをこうくるくる回して開けるとなんとこの中に面白いものが収納されてるんですよ。はい取り出してくるとここに入ってるのがこれスマホのマウント。でこれがね三脚のセンターポールに収納されてるの面白いね。でこちらはこのネジの方を外すとはいえもうそのままこれでね三脚のおいしょおいしょおいしょ。 これでストッパーになってて、ネジ穴もしっかりあるので、このまま三脚に取り付けて、スマホ用の三脚として利用することも可能なんですね。面白いね。こういうのをしっかり入れてるんだ。最初気づかなかったよ、これ。<laughs> 入ってるの。 はいえー、ということで今回はこちらの新しいビデオ用三脚ウランジフォトプロということで小型で持ち運びがしやすい三脚の紹介をしたんですけれどもまあ、ともかく一番の利点はこのコンパクトサイズ軽さで好きなねスタイルで映像撮影に挑めるってところがいいかなと思いますまあ、なかなかねそのビデオ用三脚ってよく見かけるんですけど本格的にね用意しようとするとほんとごっついやつが多いので そういう中でこういった小型のものそれでいてカーボン素材を使用したしっかりとした足を備えてるっていうのはもうすごく魅力的なんじゃないかなと思いますまあ足の部分に関してはねフォトプロっていうところで X エアクロスっていうシリーズがあったと思うんですが今回はそれにウランジのね仕様を加えたものということでの販売になりますのでまあいい組み合わせになってると思いますバランス的にはいえこの三脚なんですがいつものように概要欄のところにリンク貼り付けておきますのでえ気になった方は是非チェックしてみてください はい、えすごく使い勝手はいいですえこんな感じで普段からカメラカメラ機材あとはゲームの話を取り上げる YouTube チャンネルになってますので動画を見て趣味が共感できるなっていう方がいらっしゃいましたら是非高評価チャンネル登録お願いいたしますではまた別の動画でバイバイまあね軽いとは言っても実際の重さが気になったのでさっき測ってみたんですけどそしたらね面白いんですよこっち以前から使ってるウランジアンドコマンの方の三脚ですねこれを乗せると大体重量の方が1 1キロちょっとなんですよ まず十分軽いんですよね。なんですけど今回紹介したビデオ三脚、ウランジホットプロの方は 1. ちょっと、1キロちょっと。まあ、なのでかなり軽量化されてるんだなっていうのを測ってみてね、改めて実感しました。非常に軽くて丈夫な三脚ということで、はい、いいですね。